ヘロー、こんにちは。今から鉄拳を始めたい人、鉄拳を、分からない人に向けて少し鉄拳を紹介していきたいと思います。私は UYU 所属のゆうゆうです。よろしくお願いします。鉄拳にはボタンが、4つ割り振られています。だいたい覚えやすいのが左手、右手、左足、右足です、ね、こちらが一緒に押すと両手の技、下のキック2つ押すと両足の技が出ます。これはプレイヤーによるんですが、上段の攻撃というのは出が早いものが多いです。その代わりしゃがまれたりすると危ないです。中段は上段より遅いですが簡単に相手を固められます。下段はそういった立ってる相手を少しずつ体力を削るためにあると思っています。後ろにレバーを入れていると上段、ハイ、中段、ガードできます。でも下段がガードできなくなります。相手は体力を取りに来るときに下段を打ってきます。その時にさばいたりライトゥジャンプで攻撃をして迎え撃つか、ロペリーさばくか、これの読み合いがずっと続きます。下段をガードしたいときは下に入れてればガードができます。絶対に2下です。下段を読み勝つことができたらシャオユーは右キックで反撃が決まります。仕切り直しになります。このしゃがみのガードをしているとハイは当たりませんが中段が当たってしまいます。技がたくさんあるんですけど、覚える技は最初10個から20個でいいと思ってます。絶対に覚えないといけないのがこのレイジアーツ、レイジドライブ、相手を素早く固めるジャブ、あと簡単なボディ中段です。あとこれ相手の体力を削るための下段ローキックです。私がよく使う技はこの辺りです。これは反撃に使うので絶対覚えます。相手の体力削るときに使う技覚えます。あとは投げですね。投げはボタンを押さないとガードができません。時々使っていきましょう。鉄拳は左手でレバーを動かすと、後ろに行きたかったら後ろに入れて、前に走りたかったら走ってくれます。横に動きたかったら横に動く。レバーを自分の体だと思ったらいいのです。鉄拳にはステップがいくつかあります。後ろに下がるバックステップ、相手との距離を離せて技を避けたりすることができます。
このバックダッシュをキャンセルした動きを覚えるととても強くなれます。バックダッシュした時にしゃがむ、これを繰り返すと素早く下がることができます。矢印見てもらうと分かるんですが、後ろ後ろ斜め後ろ後ろ後ろ斜め後ろの繰り返しで下がっていきます。相手の攻撃を受けたくないときは下がります。下がったときに反撃を入れていけることができます。横でかわすことはとても大事です。技によってかわせる技の方向が違うのですが、横に動いたら時々技が避けれると思ったらいいです。タイミングよく横に動きます。鉄拳はコンボがあるんですけど、コンボといっても2ヒットだけするものや5ヒットするものがあります。2ヒットから見せていきます。2ヒットコンボ、次がこの技の後にこれもつながっています。次は浮かせるコンボをしていきます。浮かせた後に入る技は大体決まっているので、練習すればできるようになります。焦らずに入力すれば大丈夫です。はい、鉄拳パワークラッシュが追加されました。パワークラッシュは相手の技をダメージは受けながらも切り返して攻撃することができます。出してみます。追撃も確定します。なので相手に固められてどうしようという時に出すといいと思います。でも下段や投げに負けてしまいます。自分のキャラクターが体力少なくなるとデンジャーデンジャー体力が赤く光ります。すると特別な攻撃が出せます。あとは相手の攻撃を受けながら超必殺技が出せるレイジアツ、決まった時はとても気持ちいいです。ガードされたら浮かされてしまいますが、積極的に使っていきたいですね。レイジ状態になると基本の攻撃力が上がっていきます。レイジアーツ、レイジドライブが使える代わりに攻撃力も上がっているので、どんどん削っていきます。逆転の要素が強くなります。最後まで諦めないで戦いましょう。鉄拳はガードしたら反撃が返る技がいくつかあります。浮かせるこの相手の膝だったらワンツーが入ります。落ち着いて入れればすぐ間に合います。次は大きい相手が浮かしてくる技をガードした時です。こっちも浮かせ直すことができます。これも落ち着いて
終わったと思ってから入れたら、反撃ができます。失礼、落ち着いてガードして反撃を決めていきましょう。これからさっきの説明の言っていた上段、中段、下段、投げ、パワークラッシュ、レイジになったらレイジアーツ、レイジドライブ、この7個の技だけで対戦してみようと思います。この距離だと上段が届かないので前に行って中段で触りに行きます。しゃがまないなと思ったら下段で削ります。カウンターになりました。これだけでも体力が少しずつ減っていきます。相手が近づいてきたのでジャブで止めてみようと思います。相手のジャブの方が早いです。手が固まってきたのでそろそろ投げてみます。相手がレイジになったので気をつけましょう。レイジドライブが来ました。今はしゃがんだので当たっちゃいました。ね、少し前に行って相手に触ってみようと思います。技が7個でもこのように試合にはなるのです。コンボ入るのでコンボをしていきます。このキックはカウンターだとコンボに行けるのでとても強いです。で今下段のキックで体力をたくさん奪ったので相手はきっと警戒しています。中段上段で削っていきましょう。確定が入れられませんでした。固まったところに投げを置いて起き上がりに下段か中段か。でパワークラッシュが来ました。私もパワークラッシュで切り返したいけど、ここで起きて、もうすぐお互いが0時になるので読み合っています。攻めようか、攻めたら相手が0時になるのでレイジドライブ出していきます。落ち着いてコンボ入れれば勝ちです。で最後のラウンドは、あ、2ラウンドでした。勝ちました。技が7個でも勝てますよ。試合できます。もう一回します。ラウンド1ファイト。この下段と中段のタイミングはもう好きなタイミングで、技がすからなければいいので、レイジになったのでレイジアーツかレイジドライブを狙っていこうかな。あ、技を出したところにレイジ、パワークラッシュが、起き上がり攻めていきます。中段にします。相手がレイジになったので一旦下がります。後ろ後ろ、確定を入れて下がります。削りに行きましょうか。あ、スカっちゃいました。落ち着いて落ち着いて落ち着いて、下段でも勝てますけどどうしますか。
そう、レイジアート、レイジドライブ、無理に使わないで削りに行ってもいいのです。ワンツーパニッシュです。確定で、もう一回削ります。もう相手が下段を読んでしゃがんでくるので中段で削りに行きます。相手の技がスカるのを私は待ってます。スカったら浮かします。当たっちゃった。あ、レイジになったので一旦様子見をして、今はレイジドライブを止めれました。レイジになりました。でも時間見てください、あと3秒です。今はスカッた確定にレイジドライブで、レイジ圧で勝ちました。気分がいいグッドフィーリング、はい、動画見ていただきありがとうございました。難しかったですか？簡単に、初心者向けと言ったら失礼ですけど、分かるようにしたつもりです。もうたくさんの人に鉄拳を知ってもらいたい、遊んでもらいたい、そういう気持ちでこの動画作ってみました。分からないことあったら聞いてほしい、たくさん覚えれば覚えるほど鉄拳強くなりますが、無理しないで少しずつ上手くなってほしいと思います。私もそうでした。この動画作るにあたって協力してくださったジェラルドさん、通訳のモーリン、 UYU チーム、どうもありがとうございました。